進入スタイルは3対3の枠なり1コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。ドリフ戦の第12レース、うちの2人がスタート決めていきました。1号艇の吉村、2号艇の安浩二、一周一幕逃げる1号艇の吉村、握ってきた3号艇の長見瀬、そして2号艇、4号艇、5号艇と向こう上面も1号艇の吉村が先頭に立っています。コースタートから逃げました1号艇の吉村がトップ、その後ろは2号艇の安浩二、3号艇の長見瀬が並んで5号艇、6号艇、4号艇と続いています。1周2番区トップ旋回、1号艇の吉村、続いて2号艇の安浩二、握って3号艇の長見瀬とホーム直線コース、2番区が接戦、2号艇の安浩二、3号艇の長見瀬、2番と3番が並んだ状態の2番区接戦となっています。先頭は大きなリードで1号艇の吉村です。2周目1番区をトップで向こう上面へ、そして2番争い4号艇の峰がやってきた、そして2号艇の安浩二、アウトから3号艇の長見瀬と向こう上面、あっさりと逆転か、4号艇の峰竜太がリードを取ってきました。トップで折り返してきます。そして2番手接戦、2号艇の安浩二が回る、そして4号艇の峰がさばいていきます。2番手逆転で4号艇の峰竜太、そして2番手道中逆転から4号艇の峰竜太、最後のホーム直線コースへ、先頭で1号艇の吉村、迫る4号艇の峰ですが届かず2番手、先頭1番ゴリ、4番ゴリ。